バラニャ県の市バラニャ県は、ハンガリー南部の県。ハンガリー王国時代のバラニャ地方の一部だった。県とは、米地。クロアチアと国境を接する。ドラバ川が、南の境となり、ドナウ川が、東の境となっている。バーチキシュク県、トルナ県、ショモジ県と接する。南部に位置する、ビラーニー山地県北部は広大な森林を要する、山地である。 中央部はバラニャ丘陵とビラーニー山地に分けられる。東端部と南部は平坦な土地である。県の標高最高地点はメチェク山地の全芸で682メートルである。気候は地中海性気候で日照時間が長い。バラニャ県は国内で最も降雨量が多い。また鉱物と温泉に富み、その他の資源として ハンガリー国内で産出される石炭の98%がここで見つかっている。古代から人が定住していた。マジャル人によるハンガリー征服前はスラブ人が暮らしていた。ハンガリー王イシュトバーン一世がこの地に死教座を置いた。1526年、バラニアを含む南部ハンガリーがオスマン帝国に占領され、1689年までその支配を受けた。 中世に定められた国境は1919 19年まで変わらなかった。トリアノン条約によって県南部1163平方キロメートルがルーマニア、セルビアなどに割上されて失われた。1950年の県裁編成ではわずかな変更しかされなかった。バラニア県にはハンガリー国内に住む少数民族が多数暮らしている。 ハンガリーに住むドイツ系住民の34%、南スラブ系住民の32%が、バラニャ県に住んでいる。2001年の調査では、バラニャ県の人口は40万7448人であった。ボルショドア・バウイ・ゼンプレーン県と同じく、バラニャ県は一部の大都市と、小さな自治体とに分かれる極端な構成である。県と、ペチは、国内第5位の大都市だが、 県の自治体の2、3は人口500人未満の小村である。県人口の半数が県とかその周辺に暮らし、県人口の22%が人口1000人以下の村で暮らしている。ホースヘタニーの協会2001年度の人口調査による。ありがとうございます。